はい、えー、皆さん私はあレック専任講師弁理士のお宮口と言います、えー、本日はあご来場いただきありがとうございますそしてズームで、えー、ご視聴されている皆様方ありがとうございます、えー、本日はですね記念すべき2023年向けの合格目標弁理士試験の入門講座のガイダンス第1弾ということになっておりますそれでは私の方から 1> あ約1時間ですね、お話をさせていただきます、えちょっとあのマスク取らせてもらいますね、あのズームで聞いてる方とか、何喋ってるかわからないと思うし、あの私あの、ちゃんと2回接種してますし、歌舞伎町にも行っておりませんので、えー、大丈夫ですよ、<laughs> 大好きな歌舞伎町にね、もう1年半ぐらい行ってませんね、というか、大ガードあるでしょ、大ガード交差点、あれよりも向こうに行ってませんから、そもそも。 大丈夫ですと <laughs>、はい、いうことでね、えー、あの毎年このシーズンになるとですねな,なんとなくあのあれを思い出すんですよね大学時代にねその4月になるとねその新入生が入ってきてねあの部活とかサークルの勧誘みたいなねなんかこう胸がわくわくするというかね、まあ、そういう気持ちですねまた新しい人たちと一緒に、えー、勉強できるんだと。 まあ勉強できるというか、俺は教えるほどよね <laughs>、そんな感じです。はい、じゃあ、皆さんにお配りしている資料としては、まあ、これがあるのかな、これと、このカラフルなやつ、5分の4というやつと、えー、2023年スケジュールと、まあ、これと、このね、<laughs> ミアレジと。 であの宮口クラスの驚異的な合格率についての考察というのとね、えー、今日の日付入ってますけどまあ,あの主にですねやっぱ私がこうあの今日作ってきたテーマ,テーマと一致している、まあ、これを中心にやろうよとは思うんですよただなるべくね皆さんが聞きたいことに答えたいのでもし質問がある人はねあの考えといてくださいねぜひ聞きたいなと。で, Zoom で聞いいてるる人もいるんだけどあの まあ、ズームでこう直接今やり取りできないんで、あのー、現場に来てる人が、ねまあ、むしろどんどん質問していただいた方がが Zoom の,の人の,あの質問と合致するかもしれないからね遠慮なくその点質問してねじゃあねまずし仕事の目はいで弁理士の仕事はね、あのーまあ、皆さん今ネットでいろいろね調べてますからねあの大丈夫だと思うんですけどあのー はい、あのほら有名な人いるじゃんあの2チャンネルの創始者であるひろゆきさんという人ですらねその「弁理士という特集を組んで何かやってるぐらいですからね「<laughs> 弁理士はどういう仕事だみたいなね <laughs>、えーまあ、そういった動画を見てももちろんいいと思いますよ、はい、ただ私はその専門家としてあの説明いたしますとあやはりねこの特許素ンが一番メインになってくるでしょうね。えー、その特許スガンっていうのは、ね、あのあ皆さんあれか ちょ,ちょっと待ってね、明細書って見たことないよね、ちょっと明細書どんなもんか見せてあげますよ、ちょっと持って、ああの、藤井君にですね、特許明細書なんかあの、どれでもいいんで持ってきてくれと、サンプル的なやつを、はい、さあ、それでは、えー、っと、はい、それから、商標取るさんの代理人、え、商標取るさんはね、あの、ブランドですね、例えばほら、あのレックの、あこれ、これも多分あれよ。 特許庁に出願してると思うよ合格のレックってやつ、ね、ええー、これあの取られないようにするためね他社に使われないようにでも実はですね株式会社レッグって存在するんですよね <laughs> 別にねえいいのかと全然いいんですあの生活雑貨の店だから株式会社レッグはうちはほら資格予備校でしょあ業界的にバッティングしないねそういう場合はね同じ商標とかでもいいんですねはいさあそれではえー、っとああこれね これちょっと、ね、オレンジで塗っていいですか色を変えていいですか、うん、なぜかというと,、えーとね、補佐人っていうのは何でしょうね、まあ、大学でいうとあの教,授の教授の下に準教授っているじゃないですかな,なんかそんなイメージですよね <laughs>、えー、補佐人っていうとでもね今実はね代理人もできるんですよ、うん、ただ代理人になるためにはねあの弁、ー、理士に上乗せしてオプションで資格取らないといけません あとね、新血取血訴訟の代理人というのはあの、もう代理人という名前出てきます、正々堂々と。これはね、何かと言いますとね、あの例えば特許さんしますね、はい、特許庁が拒絶にしました、文句があると、そしたらそれに対して拒絶査定、不服審判というのをやるんですよ、特許庁に対して。これがねし、裁判でいうところの第1審に相当するんですね、えー、だからそれそれにも負けたとと、えー、うするとね。 この野郎審判にも負けてしまったと、ね、これを拒絶審決って言うんだけどそれも納得いかないわという場合には次は東京高裁に行くんですよ。ね、あの審判が大審に相当するから第二審である東京高裁ね、まあ、今専門的に知財高裁っていうんだけどそこにその行政事件訴訟法の督促である審決取訴訟というのを提起すするんですよそれの代理を我々弁理士が単独で一人でできます。 これあの結構私も、ね、以前はやってましたよ。え以前はというのはどういうことですかとああ今はあの教,える <laughs> 教える仕事が忙しすぎて、ね、ちょっとそこまでや,あのやってないですよ、あんまり、はい <laughs> はいで。また平成15年により特定侵害訴訟代理業務研修を受けああこれですよだから、ね、補佐人があのやっぱ補佐人でという身分で甘んじてはいられないなと思う人も多いんでね。ね そうすると、ね、特定侵害訴訟代理業務研修というのがあって、ねうん、あの特定侵害訴訟代理業務試験に合格すれば特許権侵害訴訟の代理人を務めることができるようになりました平成15年からただ、ね、条件がありましてこれは、ね、今のところ弁護士とタッグを組まないといけません、えー、あの誰か一、ね、人でもいいんですけど弁護士とタッグを組むと、うん、私もやりましたよ侵害訴訟。 私のね、弁理士としての初仕事は、なんとね侵害訴訟なんですよ、これ非常に珍しいです。普通はね、あの特許素顔が多いと思います。ね、もうあの 9, 9割方はもう特許素顔とか、この商標徹さんがあの、弁理士としての典型実務ですから、私はいきなりこれですよ、侵害訴訟ですようんこれがね、初仕事。しかもね、なんと、私、補佐人でしたからね、その時 あのタッグを組んだ弁護士がなんとですね、有名な人です、下町ロケットの,あのモデルになった先生なんですよ。ええ、あ,のあこれ、載ってますよ、皆さん、これ、これちょっとあれ,あれかな、肖像権とかの問題があるから、まあ、ちょっと、ね、載せませんが、皆さんは見れますよ、はいえーっとね、この、えー、あれの15ページ、ね、14、15ページ見てください、ちょっと私はあの肖像権とかの問題があるから、OHP には載せませんが、載ってると思います。 あいるでしょいらっしゃるでしょ、ね、この先生がその「白町ロケット」のね書いてますよねモデルになった先生なんですよいや当時全然知らないよ俺そんなのね、うん、でもね当時からなんか異彩を放ってましたねでどういう意味ですごい方で言うとあの私はあの勝ち戦は引き受けないんだと、うん、負け戦を勝ち戦に持っていくところが私の使命だって言うんですよこう頼もしいなとで本当にね負けそうな裁判だったんですよっていうのは あのまあ、クライアントの会社の社長がねいろんなその弁護士とか弁理士に相談したところこれはねもう99%負ける案件だからもうすぐさま和解したほうがいいとか言,言われたらしいんですよ。うん、えー、みたいな、ね、で社長的にはどいつもこいつも弱気やなみたいなねちょっとこう気骨ある弁護士とか弁理士はいないのかみたいに探してたんですよ。そして俺がたまたまそのこの先生の講演会に行ってねなんかあのあの話も面白いですねなかなかね。 これ俺みたいに今教壇に立ってるじゃんそうするとここにさそうよくあのねこうこうだどあの登壇される先生にここに水が置いてるいたよこうやって水がねそしたら開口一番「え水?」とか言うわけよ「俺の場合ビールじゃないとダメなんだけど」とか言うわけよ「この人面白いな」とこの人ちょっと笑いのセンスもあるなとちょっと俺と違うなと思ってねで一緒に仕事したいなと思ったんですよ でダメ元でちょっとね終わった後話に行ったらねうんあのその先生が言うわけよそれって負けそうですか勝ちそうですかって言うわけよで俺正直に言ったの「いやすみません正直もう99%負けそうなんですよ」っつったらねあ俺断られるかと思ったのよ,、ね、あのなあよ要するに勝ち戦って言ったら引き受けようと思ってる人かなと思ったのよそしたら目を輝かせてね「本当?」とか言うわけよ「99%負ける」って周りには言われてますよさ ぜひ引き受けさせてくださいって言うんですね。<laughs> これは頼もしいと思いますして。で、まあ、あのクライアントの社長に説明して、これこれこういう理由で、あのこの先生とぜひタッグを組ませてくださいって言ったらね、あい,い,いいよと、宮口君がそこまで言うんだったら、で勝つ可能性はある,あるのかねって言ったら、まあ、私も自信ないよ、自信ないけど、あ,のあると思いますって,ってね、<laughs> そうしたらちょっと話はしおりますけど、5年かけてひっくり返して勝訴したんですよ。本当にその通りになりました。 すすすごい先生ででやっぱりこれ嘘なしですよ私は客色がやってませんよ。あの皆さん嘘だと思ったら見てください大阪地判平成16年7月8日判決その名もガードアーム事件ってやつです。ええ、まあ私の名前も載ってます。ね。もうあの有名な先生だから名前出してもいいでしょう鮫島先生の名前も出てます。ええ、載ってますよ。うん、で当然我々はね 当然、向こうは勝ち戦で仕掛けてきたんであ我々被告でしたんでね勝ち戦でこう原告引き受けてきたんで当然控訴すると思ってたんですよ控訴してきませんでしたよ確定です TKO 勝ちですよ、ね、だからそれだけやっぱすごいあ,ありがとうどのバージョンあはいはい分かりました、はい、あとねできればねなんか検索して あのお俺,の俺が代理人のやつのなんか特許名細書やったら一見プリントアウトしてくれるどれでもいいわ、ね、一応俺もちゃんと便利しとしやっとるぞという証を見せるために <laughs>、えー、あこれあれか,なんか適当に探してくれって言ったから花粉症の特許は、ね、花粉症の薬の、まあ、一応私のところにあの持ってこられたやつは、ね、花粉症,、えー、花粉症何吸着防止剤。 あーそうね俺花粉症で悩まされとるからねこういうやつがあるといいね、うん、特許名です結構ね何ページぐらいこれこれ化けの分野だね化けの分野じゃない人はよくわからんでしょうねこういうの、うん、そう全部で1213ページ12ページぐらいか実質12ページぐらいの文章を書いて特許庁に提出するんです、ね、であのー、ほら弁理士の名前が出てるでしょ代理人弁理士ねうん出てます はい、我々はそういうその発明の,、ね、あの文章化をして、えー、それを特許庁に出して審査してもらってで特許になればなったで勝てば勘ぐんだけどならなかった場合にさっき言ったように反発してね意見書を出したりそのもうちょっとマシな明細書にするための補正をしたりしてねあの特許に持っていくように頑張る仕事なんですよ。うん、で場合によってはその侵害訴訟ね真似した真似されたの、うん、それの,あの代理人とか補佐人もできるわけよ。 でさっきも言ったけどその私は初仕事がね侵害訴訟でねやっぱこの仕事面白いなと思いましたねやっぱり醍醐味を感じたねでやっぱりこの負けると言われた裁判をひっくり返せたっていうねそのやっぱり自信につながるわねあであの弾みもつくし、うん、ななんかねやっぱりこう生きがいというのかなそういうのがもう感じられましたね、うん、皆さんもぜひねそういうの味わってほしいんですよ。ね、負けけも味わう必要があるけど 価値も味わってほしいよねそしてやっぱりこのそれをベースにしてさらにどうすればいいかっていうねあの自分でもこう計算していくようになるから、うん、そんな感じですはいであとねちょっと文系理系という話もしましょうかねえー、っとちょっと色分けするよ、ね、あの理系はピンクで塗ろうか文系青で塗ろうかね、はい、色分けで,で理系の出身の人はねやっぱりあの特許実務が多いよねはい。 で文系の人は商標が多いと思います。でさらに理系の人はねあの機械とか電気とか化学とかバイオに分かれますね。で商標はねあの特許度高度な専門性はいらないんだが幅広い知識や雑学がものを言いますよ。うん要はさそういろいろんなほら消費者にもいろいろあるやろ。あの子供あ年配女性 男性ねだからそういうその商品学的な知識が豊富であることですよね。うん、だからまあ女性だとやっぱり化粧品とか、まあ、そういう装飾品には詳しいわね。男はあんまりそういうの詳しくないわ。ね。その代わり車とかをあの、ね、メカ系には強いよね。だからやっぱりそれぞれの,やっぱりその趣味を生かした自分の得意領域の分野の出願っていうことになるかもしれないけどね。まあ、それでも十分食ってはいけますよ。はい、であと商標をやる人はね ほら理系の我々ですらね商標はやりますんでよりこう付加価値の高いものを求めていく必要があるそのためにはねあの身につけてください、あのー、理系の書はね特許明細書もちろんね、あのー、理系でかつ英語もできればね国際特許んもバリバリできるんでより高収入につながるんですけど結構日本ってもう技術立国なので世界で3番目の今のところだからあのうん英語ができなくても最悪 その日ただあの文系の人はねそのなんていうの商標商標は我々理系文系の弁理士理系の弁理士のみならず実はねあの素人さんもねあの別に代理人に頼まんで出願とかしてるんですよ結構別にそれ禁止されとらんので、うん、だからやっぱり付加価値をつけないとダメ例えばどういう付加価値かというとその国際出願っていう制度案のね商標は。 あ商標はという言い方変化特許、衣装と同様に商標においても国際出願という制度があるのよ。それは、まあ、日本の特許庁に出願すれば世界の何十か国に出願したものと見なされる制度なんだけどね。で、その衣装と商標は特殊なああの国際出願の制度でなんと日本語が使えないんですよ。英語とフランス語とスペイン語だけなんです。ね、これ、しょうがないわあの、もうそうなってるんで。A だから逆にいいんですよだから逆にその素人さんできませんのでもうどうしても弁理士に依頼せざるを得ないでしょ。でこれがなんとあの弁理試験の試験科目に含まれておりますマドリッド協定議定書っていうやつなんですけどね条約という科目の中のマドリッド協定議定書略してマドプロっていうんだけどだからこういうのをしっかり勉強すれば実務にも直結する。ああ。 そのマドリッド協定議定書みたいなもう実務に直結するようなあの科目もあの力入れるといいね。衣装だったらジュネーブ改正協定というあの条約があるんですよ。ね、これもね英語フランス語スペイン語しか使えません残念だから <laughs> だから素人はもう手が出せないだから逆にいいんですでも普通の日本の国内スガンは別に普通になんか特許庁に来てさ代理人通さずに直にやってますよ。うん、うん で困った時だけ我々に依頼するんですよはい拒絶が来ました、ね、拒絶流通知来ました反論使用にもできません彼ら素人だからその時に初めて依頼が来るって感じ <laughs>、うん、そういう感じです特許はねもう最初から依頼してくるよねやっぱり特許明細書って今見たようにあの結構何十ページにも渡ったりするからさやっぱり素人さん文章書き慣れてないからねあのもう最初からねあの発明家であってもね我々に依頼が来ますよ うん、たまにね、発明家で自分で明細書を書いて自分で特許さんするようなあのすごい人もいますけどね、あのドクター中松みたいな。ね、あれじゃもう何から何にまでね、自分でやる、あの訴訟まで自分でやるから、そういう人もいるけど、ウルトラすごい人が。うんはい、で、あとはね、そうだねあ、さっきも言ったけど、商標のエキスパートになりたければ、外国商標ああの、さっき俺、国際出願って言ったけどね、その国際出願とは別に、 どっ,かあのどっかの国の専門家になるという強い意志を持って、例えばアメリカの商標制度の専門家になるとか、あの中国とかね、韓国、どっかの専門家になるということで、これ、受かってからでいいよ、そうそう、強いよね、もう韓国出願だったらこの先生みたいになるよ、うん、俺の教え子でね、平成19年に受かった人で、竹下先生というのはいるんですよ。あ載ってるかなこれ竹下先生 あの下町ロケットの先生とここの4階上の先生とあ16、17、ね、ここの4階上の事務所ですわ、まあ、名前言ってもいいでしょう琉国際特急事務所ねすごいですよね米国弁護士も持ってますね、うん、あいました20ページ、21ページああこれはあの私の文科生ですね平成19年に受かってフランスの国旗が載ってるでしょもう今やねフランスの第一人者ですもう名実ともに。 ええ、もうフランスに出願するっていったらもうこの人に任せろっていうぐらいです、今、業界的に。ええ、そのぐらい過ごし人になってる、もう十分食っていきますよね、それだけで。うん、すごいよあの、特許庁長官と2回ぐらい対談してるし、で民主党があの政権与,与党だった頃にあに枝野さんあの、立憲民主党のもう辞めちゃったけど、あの人がね、経済産業大臣だった時に、対談してますからね、大物ですよ、もう。 もう俺超えたねす、えー、すごいです皆さんもそうなってくださいよ。もうフランスといえばこの人みたいになってるからね。そうそうなるともうすごいよね。はい、しかもねフランスはあの日本みたいにねガツガツ働く国じゃないらしいんですよだから楽でいいとか言ってました <laughs> 特許庁職員ボールを楽そうにしてると。あのねなんでかというと日本ってね真面目だからもう真面目に厳しく審査するんですよ。フランスはね緩いんですよ。 とりあえず新規制だけチェックすするんですね新しいかあの既に出ているかだけチェックしてあこれは新しいなしは全部特許にするんですよ。日本は違います。新しくてもその発明が容易容易簡単にできそうだと思ったら特許しないんですよ。だから審査が大変なの日本の審査はね。うん、フランスはね新しいか新しくないかだけチェックしてもう特許にするんですよ。でもね えそんな緩いのっって思っちゃうでしょそれじゃあもうパッとしない技術もいっぱいあるじゃんと思うでしょいや違うのフランスは一旦その新しければ特許にしといていや新しいけどもこれ簡単にできちゃうじゃんみたいなのは第三者からのイチャモンがついた時にあの思い越しを上げてあの診療するという制度をとってるんだよだから無駄なことはやらないわけねイチャモンがついたやつだけ本腰を入れるとまあ合理的といえば合理的だよね、まあ、だからフランスの特許庁は まあ楽らしいです日本より全然 <laughs> ねガツガツ日本みたいに働かなくてもねまあお国柄でしょうけどねうんそんな感じだねまああとは私の文科制ではデンマークで活躍してるのもいるしまあ中国アメリカ全然珍しくも何ともないですあ韓国もねはい今ほらあのなんていうの韓国政治的にはねあのちょっとどうかわからんけど中国韓国とはね 別に特許の分野では、ね、あの仲,仲良くっていうのも変だけどあの連携し合ってねだと韓国の会社が日本の特許事務所に依頼して日本の特許出願頼む場合もあるしまた日本の企業が韓国の、ね、弁理士に頼んでやる場合もあるからねそのなんかいがみ合ってる場合じゃないというか中国もそうだよ。ね、で現に、ね、中国人の方で日本の弁理士を取ろうという方が今増えてます現に。 中国には中国で便利の千里という名前がついているんだけど、千里という名前の資格は便利士なんだよね、まず持っててで、日本でも取ろうと、もうだから元がやっぱり違いますよ、もう中国で弁千里を取ってるぐらいの人たちだからね、やっぱりなんかこう、すぐ受かっちゃうね、うん、そういう人が増えてる、言語の壁を越えてね、もちろん流暢な日本語をしゃべります。はい国際化しますよ、だから受験生も今。はい えと就職先ねあのい、今も昔もね、あれだよ、事務所がトップですね。はい、で、えー、と特許事務所の、えー、メリットは仕事をこなせばこなすほどう、そう、収入増えるよ。ええーね、企業ど、ちょっと色を変えようか、企業はね、オレンジにしとこうか、企業はね、あれ、安定してるよね、うん、安定しますよ、あのうん、ただね、デメリット変えとこうか。 デメリットあまず事務所のデメリット、こなせばこなすほど収入増えるんだよ逆も逆もしかり、はい、こなさなければあのどんどんダメになっていきます。うん、で最初は、ね、その雇う側もその人のスペックは分からんから、まあ、とりあえずエイヤーで決めますが、あの1年目、2年目の働きぶりを見て、ね、プロ野球と一緒ですよ、こう上がっていくか下がっていくかというね、決まっていきます。うん、向いいいてる人ににははいいと思うよで企業は、ね、あの逆に あの変な話だけどあ,のあんまりできなくても体制に影響がないというか、ね、多少あのできる人にはデメリットだろうねほら仕事をどんなにたくさんこなしても収入がそんなにその反映されませんね、えー、企業はね、はい、ただあの企業って、ね、あれだよ出世という形であの上がっていくわね、うん、主任係長課長次長部長役員みたいなね、うん、事務所は、ね、ななんていううかこう そういうい役職あるよ一応あるけど合ってないようなもんで、うんまあ、そのパートナーかパートナーじゃないかっていう差はあるけども基本的にどれだけ仕事をこなしたかで決まってきますね、うん、だからその何て言うのかなダイレクト感があるその車に例えるとアクセルを踏んだら踏んだだけ加速するような感覚ブレーキ踏んだら踏んだだけブレーキがかかってしまうような感覚があるよね企業っていうのはななんかそういう感覚がないんですよアクセル踏んでも進まないし ブレーキ踏んでもブレーキはかからないし、まあ、惰性で走ってるみたいな <laughs>、ね。企業ってそういうもんだよ。自分が休んでもまあ会社は回っていくし、うん、それはいいことでもあり、悪いことでもあるんだよ。休みやすいじゃん、企業って。事務所はなかなかね、こうやちょっと困るなみたいな感じになってくるよね。うんはい、ということですね。 あのこういうねあの、シンクタンク、金融系、マスコミ、TLO、多岐に分かったよね、あの金融機関も今、やっぱりね、そのね今、大変なんだよ、金融機関って、どんどん銀行減ってるでしょ、IT 化のせいで、ね、ここもね、あ,のあれよ、みずほやら UFJ 入ってたんだけど、もうどんどん撤退してるよ、UFJ は入ってんだよ東京、三菱 UFJ は、あの1階に店舗持ってたんだけど、今、21階だよ、もうどんどん縮小しちゃって、お客さんも大変だよね。 エレベーターで一二2 1階まで行かないかんだよ前1階にあってね便利だったんだよすごく我々も。であとねあと何シンクタンクシンクタンクはほらあのあの野村総研とかね、うん、あのそういうそのシンクタンクやっぱり特許もあの経済動向のね一分析分野としてあの尊重されてますからね経済の動きを見る意味ではの。であと TLO はあの技術の,その移転といいまして。 その大学のような基礎研究を企業にこう,うまく橋渡しすることによってそのより優れた発明の,あの誕生をね促進するようなそういうところにあの就職する人もいます。橋渡し的役割だよねうんであのマスコミっていうのはねあ,のあれまあテレビ局出版社なぜかというと特に著作権が問題となることが多いから著作権の専門家あとほら著作権の,あの契約的なところ。 アーティストとと契約ししたりとかもあるでしょうね出演してもらうためにね肖像権とかもあるでしょうしまあそういうその専門家的なアドバイスが必要になってくるので弁理士とかね弁護士がやっぱりそういう分野の,あの人たちが重宝されます。あとはねどうするちょっとねあんまりこういうあれ仕事あの話ばっかりするとね勉強方法ちょっとねあの勉強方法の話もさせてもらっていい収入はね 収入はまあ俺が話してもいいんだけどあれレジュメにも載ってるんだけどあのネットで調べたほうが <laughs>、ね、ネットで調べともっと露骨に載ってるよ、ね、俺もなんだかんでてらあの喋っていいことと喋っていけないことがあってさ <laughs> ネットだともう露骨に出てるじゃんネットの方がいいよあただね俺が言えることはあの正直に俺が言えることはもう本当ピンキリでそれだけですええ あの稼ごうと思ったらいくらでも稼げるしあの便利子持ってるからしてあのダメな人は全然ダメやしあの資格取っても全然変わらんしみたいなねもうそ,それは事実ですよ。うん、でもこれはいいよねあのなんていうの,あの、ね、感覚的にちょっと分かりづらいかもしれんけど分ける、X、って感じになるよ分かる,かける足し算じゃないんですよ。 ととかか,ける5とかそんなな感じになってくるあだからその逆もしかありかける0.7とかの場合も出てくるよね今の状態から見てうんだから投避給数的にこうやればやるほど収入は伸びてくるしだだめだったら0.5とかになっていくわけよ足し算じゃないなって感じだねうん今の自分かける1.5とかねそんな感じになってくるよねうん だかから稼ぎたいいいは事務所の方がいいんじゃないかな、うん、企業はやっぱさあれじゃん平等主義というか、ね、資格持ってない人がダメとかそういう考え方もないわけで皆平等従業員皆平等資格持ってなくても働きぶりのいい人は出世し,していくっていうのが企業だから、ねうん、だから便利士という資格を取ってバリバリ稼ぎたいなという人はあの事務所の方がいいね、うん、ただあんまり悪せく働きたくないなという人は企業の方がいいかもよ ね、企業はねあ,のあれ仕事を依頼する側事務所は仕事をもらう側っていう,もう大きな違いがあるんだよだから企業は殿様だよね事務所はまあどれという言い方したら失礼だなあの何ていうかこう企業の言いなりだよねある意味、うん、だから企業の言いなりに応えられる事務所がやっぱり生き延びていく、うん、そうだよ だから企業のどんな要求にも耐えられる事務所が、まあ、あるんでね、世の中には、うん。だからそういうところはやっぱりどんどん生き残っています事務所のあ。企業のニーズに応えられない事務所はどんどん淘汰されていっております、今。うん、だから依頼する側、依頼される側というやっぱり立場が全然違うんで、うん、そういう意味では事務所は厳しい。ねまあ、例えるとこんな感じ 事務,所のああの事務所のベテラン弁理士が企業の入社して23年目の平社員にあのちょっと命令されながら仕事をやる <laughs> まあそれに耐えられるんだったら全然事務所でいいと思うよこなせばさ収入ちゃんと空いていくんだよそういう違いがあるはいあごめんごめん真っ黒になったはい えと独,立独立には向いてますね,あのね私の教え子であの中卒であの何年か2016年に受かった人いるんだけどもう独立するよ、ね、中卒受かってしかも女の子ね、うん、まあ,あの YouTuber でもあるからなんか適当に調べてれば出てくるって思うよ <laughs> ああそこはいるわほらあのポスターに載ってるやろポスターに載ってるね俺のうん そばに俺がこう指さしてるところの下右下に、うん、あの人もうすごいようんもう人を雇ってねベ,、まあ、あのベテラン弁理士も雇ってもう本当経営者としてもうまく軌道に乗ってるみたいよそれができるとねだってまだ29歳ぐらいじゃないすごいよねあありがとう俺の明細書あったおおありがとう ありがとうございますこれは何これあ一緒ありがとううん。あ特許候補と公開候補かな特許候補ありがとうございますはい皆さんねちょっとほら俺もねちゃんとただ予備校で教えてるだけじゃねえぞという意味でほらね特許候補ねでちょっと個人情報もあるから俺の名前だけ見せるねほらちゃんとね俺のるでしょはい <laughs> 代理人ねはい という感じで、えー、ちゃんと俺も実務やってます。特許取れてます。ね。はい。で、あのー、そうね、で、勉強の話もしないと、独立もしやすいぞという話もした。はい。でね。えー、っと、勉強的には、まずやっぱりね、あの、一番最初に。えー、皆さん、その、ゼ、ゼロの状態の人をターゲットに、お話をすると。あのー。 まずとにかくね、俺の授業聞いてくれって感じなんですよね、うん。だから、例えば今日申し込んだと仮定するよね。でも私の授業って4月1日からでしょ、あのスケジュール表によると、ね。でもね、なんともう今日から来てるんですよ、今日か明日から。ええ、それはど,どうしようかというとあの、先取りの予習ができるもんだからね、えっと、私の,そのスケジュールを見ると、新宿エルタワー。 えー、4月の2日ですけども、もう今からできるんですよ、えー、だからまずはね、聞いて慣れてほしいというのがあるんですよ、私の,あのペースに、ねあの、ここにほらあの、蛍光ペンいっぱいあるでしょ、ね、蛍光ペン結構使いますから、ほら、ね、先生、こんなに使うんですか、異常ですね、いや、これはね、忘れた人用に持ってきてるんだよ、俺がいつもここへんに置いて、あどうぞ忘れた人使っていいよって,って、ねうん、ほら、こうやって、ね、であのほらぜ、全部揃ってやつとかあるから。 <laughs> ね、そうなんだよで俺の,あの蛍光ペンの、あのー、使い方もねあのマニュアルに載ってるからどれ,どれだっけなんかマニュアルがあったやろ宮口クラスの驚異的な合格率やつの中に載ってるから何ページかなあいきなり、えっと、5ページに載ってるよほら、ね、ピンク黄色緑オレンジ青赤紫とね それであの役割がはっきりしてるから、ね、あの皆さんも慣れていくと思うよ。ただ、皆さんがポリシーを持って何か決めてるんだったらよ、あの従わなくてもいいぜ、うんはい。まあそんな感じ。だから、まずね、俺の事の業の進め方、ペースに慣れていただくということが重要。この4ヶ月の間に。でかつ、ペースに慣れるだけなくて、知識も身につくじゃん。そうすると戦えるようになるわけよ、戦えるようになる。ね。何でもそうじゃん、スポーツでも格闘技でもね。ね 技を覚ええなないいと戦えないよねそれをね少しずつ少しずつ貯めていくわけ皆さん今ゼロの状態だから戦おうと思っても我流で戦うしかないよね多分すぐ負けるよね徐々にあの道具が揃うから戦術も立てられるようになるわけあの究極の言い方をするともう私から手を離れて自分で勉強できるようになるそれまでは一応俺のねあの言いなりにいや,やっと方がいいとねあの こうやってああやっっててあそうやれば1回で受かれるぞというねロジックが構築されており現にあの今日一発合格者の、ね、ゲストも来ていただいてるしマックス回数合格者の、ね、先生も来ていただいてるしもう両極端です。<laughs> ね、いやあのだ大事なんですよ一発合格者ももちろん大事だしそのメンタル面でねやっぱりもう10何回だっけ十十1 0回 ?10 回ですよ。 これ波、ね、並大ての尋常な精神力じゃ続きませんよ。ねどうすればこの維持できるのかっていうことも大事だからね今日はゲストに呼びましたよ。ね <laughs> えー。えはいそれでねちょっとあのナビゲートゼミをちょっと説明してくれって言ったから言われたからちょっとこれ説明すんでっていうのはねこれオプションなんだよ。うん。あの標準装備じゃねえんだわ。ね車に例えるとなんかあのよくねあのなんかサスペンションとかいいのがついてくるね。 でもそれオプションなんですよ。スポーツパッケージでね。プラス30万円です、ね。で <laughs>、ね、オーディオのなんかあのハーマンカードンが付いてくると、さらに50万円アップですとかね？<laughs> ね、うん、はいそ、そんな感じであのオプションなんですよ。でもね。そこまでたた高くないですよね。あの56万ぐらいですかね。うん、合ってる？5。6万ぐらいうんす。なので、車のオプションに比べると全然安いです。 はい、で何をやるかというと、ね、あのまず、ね、あの入門ナビゲート、ごにょごにょ文字で書いてますけど一言で言うと,、はいこと,えー、っと来年、つまり令和4年度の担当本試験をもうこの何7月から10月の枠内でもうなるべく本試験にもう慣れていこうと慣れ親しんでいこうという趣旨、えー、だから全部やります、であの見てください回数が、ね、5回ですよ。 ちょっっとこれは囲っておきますねだから簡単に言うと担当試験が、あのーえっとね、60問ありますので60を5で割ると12問ですね、はい。だから3時間でその12問を解説していくのであの楽,楽というか皆さんもついてこれると思いますよ。そんなこう、ね、期間中のような進み方はしません。はい これが入ナビゲートです、ね、今年来違う、来年の令和4年ち言ったほがいいか来年聞いてる人もいるから令和4年度の担当本試験の、えー、解説をすることで皆さんがその慣れして死んでいくとなるべく初期の段階に本試験にねそうそうまずは適応しなきかんじゃん、ね、あのただ何となく勉強しててもよあの本試験がどういうもんかわからんとね 目的意識がはっきりしない分、ね、合格も遅れますから、はい、じゃあ論基礎ナビゲートっていうのは、ね、何かというとねオレンジで塗りますけどこれねたった3回なんですけどえー、っとこれたった3回なんだけどねあの左側の標準装備の論基礎ってあるじゃないこれちょっとオレンジで塗りますよねはい論基礎ってねあ論文の,あの,の論文の画家とを教える講座なんですよ でえー、っとこの白い部分とちょっと灰色になった部分がありますね白いところが私があのくっしゃべって終わり3時間ふるにしゃべって終わりの講義でこちょっとネズミ色のところがさあ皆さんも実際答案書いてみましょうという会なんですよねでね最初は多分ねなかなか大変だと思うよ「無」から「有」を作り出す仕事っていうのはねなかなか慣れてないと書けないからねでもね便利してさあの2つの能力はもとになるの。 まず一つ、ね、言いたいことを端的に言える力、ね、言いたいことをあのお客さんに、ね、端的に分かりやすくあの伝えることが重要短い時間の間に私も今それが求められている、ね、今度は逆に逆にですよくだらないことについて、ね、あの饒舌に語れる力 <laughs> かる例えばこの蛍光ペンオレンジ色の蛍光ペンだけで 30分ぐらい語れるかみたいなそういう,そういう力が求められるのよ。その両面のでね論基礎っていうのはどちらかというと簡単なテーマを饒舌に語れる力を養うのかな、うん、でもよそのためには知識が必要じゃんだから結局ね知識を、うん、教える感じだよねここは、うん。だからねあんまりこう醍醐味は感じられないかもね。とにかく知識あのこういう問題が出たらこういうふうに書きましょうというあのノウハウ的なところを教えていくんでね。はい そうそうところがあのそれだけじゃねあの本試験受からないですよ論文の本試験結構ロングな文章が出るんでね長文読解っていうのかな、うん、だからそれに慣れてもらうためにハイレベルな問題を用意しました私が、うん、本試験の過去問じゃないんだけどオリジナルでこれハイレベルです、うん、ハイレベルな論文の問題にももうだから要するにね本試験に慣れてもらおうと本試験レベルに、うん、この間俺教えましたけどね あのハイ,ハイレベルさはやっぱりあの私自身も感じましたね教えながらね <laughs>、えー、でもね実際に簡単な問題ばかりじゃないんで本試験は難しい問題も出るんですよつまりね皆さんね我々の,あの重要なことって何だと思う答答ええがなないいい問いに対ししててて何とか頑張って答えを出していく能力なんですよ、えー、答えがあるものに対して答えを出すのはね 我々の仕事はないですよそんなの元から用意されてるし素人さんも何かネットやら本やらで調べたらすぐできるんだよなだから答えがないものに対していかにそのクライアントの要望に沿ったあのベストなベターなよりベターなベストに近いよりベターな答えを出していくかっていう仕事なんだよ、うん、だからね答えないよ、うん、答えない中で時には間違った答えかもしれないけどいいんですそれで。 間違ってたら間違ったでそれをねリカバーしていく力モデファイしていくアップデートできる力があればいいんですからはい政治家だってそうでしょ時と場合によっては判断間違えるでしょ都知事とか府知事も間違えるよねでも後で見た時に実はあれは良かったみたいな日本だってそうだよ今ねそのコロナの頃にさ何やってんだとか言ってたけどさ今結局さ水際で規制できてるじゃん隣の韓国とかもう逆だよ今もうどんどん増えてね最大の数とかになっちゃってるよね ほら何が良くて何が悪いっていうのはね分かんないんだから結局後になってみないとはい短基礎ナビゲート短基礎ナビゲートはねあのはい短基礎っていうのがもともと標準装備でついてますでこれも白抜きとネズミ色のところがあります、はい、白抜きは3時間しゃべくりまくりの講義です私がはいでこのあネズミ色のところはテストの回ですねまあそれだけ でそのテストはもちろん解説も俺がやるんだけど残りの120分で,であの違うのはね、えー、とテストの時間が60分15問15問を60分で解きますレベルはそんな高くないですあのだいたいね目安として満点取れる人がクラスでうん10%も出ないけどね えー、7%ぐらい出るかなうん出るだけいいんですよ出るだけまあ簡単ですはいところが短基礎レベルはあ短基礎ナビゲートはねちょっとハイレベルです担当の中でもちょっとハイレベルですしかも負荷をかけます20問60分にしますほらちょっとあの質と量の両面で負荷を上げてるんですよ、ね、あまあだからね そういっっったたより本試験にに沿ったあの内容になってると、ね、入門だからといって入門レベルに甘んじておらず、ね、例えばスキーに例えるとよあのスキーの初心者はまず暴言の教室に入るわねまず安全のためにハの字になってす、ね、滑りましょうみたいなしかしよハの字の名人になっても全然面白くねえわなスキーって、うん、だからやっぱさちょっと危険かもしれないけど急斜面滑ってみたいわなそうでしょ ちょっっとやっぱりこれだよナビゲートゼミっていうのはそういうとおりだねちょっと危険かもしれないけどやっぱり本試験って難しいんだからそういう難しい問題にもねあの慣れ親しんでおきましょうということなんですよ。えー、分かったであとはね、えー、っとあのこれ学習方法やスケジュールちょっとした疑問点悩みなどを、えー、っと宮口クラスの専任チューターねネズミのチューターじゃねえからねにあの相談いただけます。 で安斎先生だからねさっきあのねなんかほらさだまさしみたいな雰囲気のがうろちょろしちったでしょあの先生ですわええー、はいまあだからあのまあ俺に相談してもいいし、まあ、安斎先生にもね相談してあのより綿密な、うん、より綿密なまあもちろんあれだよ皆さんねちょっと勘違いするんだけど あのこれあの申し込んでないとじゃあ冷たくされるんですかと。いや、そんなことないよ <laughs> これ。これ申し込まんと無視するとかね、放置プレイにするとか、そんなことはないんですよ。より、より、なんていうの、よりお客様とこう、ね、あの綿密に対話しながらこう、個別具体的なアドバイスをしていくということよ。ね、うん、大丈夫よ、うんまああの、取ってくれればよ、より寄り添うと、お客様に。そそうういうことです皆さんもほら、ね、その分ほら リクエストをしやすいでしょ、こっちはお金払ってるんだからということでね、うん、そういうことが言えるということですね、おもてなしですね。<laughs> えー、あそんな感じでね、だいたいあ,のあれです、時間がねあの、過ぎてきましたが、ちょっとね、皆さん、なんかいいよ、質問があれば、こっちらの人、いいよ、なんか、あうん、聞いてよ。うんうん、あん 青本ね青本見たほうがいいとそれは見たほうがいいだろうね見,見せるよだから <laughs> あ青本持ってきてくださいはいあのね青本あの今ちょっと冗談だけど、あのー、青本はね大丈夫です皆さんレックのテキストが青本を引用して理由付けとか書いてますから大丈夫ですよただやっぱ青本はね持っといてもいいですよなぜかというとね別のね用途があるんですよ ブックエンドになります本が倒れないように置いとくとこう壁になってねだから8000円でブックエンドを買ったと思えばいいですよ。ねいいでしょ初期の段階の使い方ブックエンドそして知識がねついてきたらただのブックエンドから本当にあのね読んでみてお来たブックエンドがほら8000円のブックエンドだよ。ねどうよでんとほら置いとけばさ、ね、ちょっと実験してみようかほら本が倒れません。 ねえいいでしょ、うん、で慣れてきたらさちょっと呼んでみようか、ね、で第2段階の、ね、使い方はとりあえず呼んでみるそしたらどうなるかというとねつまり眠くなるんですよそうです眠,くなら眠れない時の格好の睡眠導入剤になります、ええ、これが第2段階でそれを超えると全然眠くなくなります えだから早くその三第三段階まで行ってください。そしたらスラスラ読めるの中。そのためにはまず俺の講座申し込んでね、あのー、なんだほらあのー、先取りを習して道具を揃えたら第一段階第二段階第三段階まであっという間ですよ。ね、それでいきましょう。はい。えー、女性の方どうですか。おいい,いよ。お、昨日。 ああ、そうなんだ、ああのいいらあの味比べ、ね, <laughs> <laughs> ね、いいですよ、いいですよ、それはもう自由です、権利です、はい、それでいやなんか将来のキャリアプランについてこう聞いたときに、弁理士事務所っていうのは、何男性側も入るのに対しての、企業の知財部っていうのは、なかなか外から入るのが難しいです。あ ああそうですか、ええ、あ俺かあのね俺はね、あのー、こういう考え方ですねその要するに会社人間かそうじゃないかで選んだ方がいい、ええ、要するに私はね鼻から会社人間じゃなかったんですよあの会社にいたけど会社人間じゃない。なぜかというと上司に忖度もしなければ空気も読まずにいろいろ言うし、ね、そういう人間だったから。 まずあ俺ねあの会社にいたんだけどあの三重県から東京本社に移ったときにねなんか4月四月の後ほらあの部署の歓迎飲み会とかあるじゃん、ね、そこで俺とんでもない発言したんですよ役員ともどもあの、ね、あのすごい人たちがいる中でそれで俺あの出世が阻まれたんですよその発言をしたことでだからもうあの企業出るしかねえなと思って <laughs> だからそういうのがなければ企業にもいいしあのだからねどうですか会社人間だと思います まあまあまあ周りとうまくやれるっちうかまだ分かんないああそうかさあ様子見ればいいじゃん、ね、あと福利構成がしっかりしてるよ企業は例えば健康診断ともやってくれるじゃん俺なんか自分で率先していかないと不健康になるわな <laughs>、ねうん、健康診断自分でやるとね分かることあるんですよ高いですよ企業にいると企業がただでしょありがたくも何とも感じないでしょ自分でやるとねすげえあ 健康診断っってこんんなた値段高かったんだと言ってねあの企業のあ,ありがたみ分かるわ <laughs>、うん、だからまあいいんじゃない慌てなくて受かってから考えればよ、うん、まああのあれよ今はすぐに転職するとね勉強に支障が出るよだから環境を変えずに今の環境に慣れながら勉強両立できると思うよその方がいいね俺としてはねあとは会社人間かそうじゃないかねうんなんとなく分かってくるよああ俺は会社の方が合ってるなとかね ちょっとか会社ではやっていけないタイプの人間だなと。<laughs> ねはい、じゃあ、おい、こちらの男性は統計の資料があるの統計のあ、そうね、統計の資料あるね、はい。選択科目免除者、はい。ういうは選択科目免除者がどういう制度か <laughs> これか。ああ、分かった。だからね これ、これを見てる10というやつ、うん、これズームの人も見れてるのはな、まあ、特許庁のホームページからあの転載してるやつですけども、ね、著作憲法23条2項に基づいてあの転載させてもらってますけどね。これは大学院とか出てると選択股目を受ける必要がないんですよ。大学院を受けて教授の認証があるとね。あとねあのー 応用情報処理技術者という資格とか建築士とか司法書士とかなんかそういう資格を持ってるとあの文系の人だと民法が免除になります、えー。薬剤師だったら科学系の選択項目免除になります。ええー。でもしねその辺あの選択項目免除の人はねあの後ろのね和田先生ちの,のがき来とるからか彼文系だけどあの応用情報で免除になってますからぜひそのノウハウをね。 ゲットしてください、えーはい、じゃあこちらの人どうですか兼業で,<う>で受験,で受験すごいね、兼業で受験生ダブル資格を狙うという意味ですか。ああ、仕事しながら勉強もすると。あ、はい、あ、そんなのね、全然珍しくないですよ。うん、<う>ああ、そういうこと、う,うんうん、それはね、あのー、どっちもいいというか。 ちなみに私はね、受験時い、もう最後の最後まで休まずに試験受けたけどね。うん。でもやっぱね、短期で受かるためには思い切って休み取ったほうがいいかもよ。ねあの。特に論文は。担当はね、あのまあお、俺が担当できるからっていうのもあるけど、担当はなんかあんまり休み取る必要もねえんじゃねえかと思うけどね、人それぞれ、いや、担当苦手だわっていう人は、試験前1週間ぐらい休み取ってよ、有給とか取って、休んでほい,いね。論文は本当に休んでほい,い。なぜかというと、論文ってね、 朝から晩までだからその何て言うかそのペースに慣れる必要がある生活のリズムをそしたらね必要な時に必要な集中力が出るわ、うん、担当はそこまででも俺はなかったけどねでも担当苦手な人は1週間ぐらい休んでうんで口述はね今そんなに落ちませんけどやっぱりそのそれなりのコミュニケーション能力とかね答えの仕方とかまあそういうそのそれなりの作法とかありますからね あの訓練者があの担当論文講述でも今ね担当が一番受かりにくいんですよデータによるとだからやっぱ担当を突破することがあの合格の秘訣やなあの私のレジュメのこのレジュメのね、えっと、あの41ページにデータ出てるけどね最近担当って何パーセントあ十11パーセントあら、低いんだねこんな低いって知らんかったよ20パーセントぐらいかと思ってたわ。 低いねいや十人に一人ぐらいしか受かってないよこれ担当ねえこれは大変ですよ皆さんまず担当覚えようよあ覚えようじゃねえ担当受かろうよで担当受かるためにはね俺が語呂合わせを炸裂しますから語呂合わせどんどん皆さんに伝授するからねうん例えばね「俊恵さん行くな詐欺に会うぞこないでなおちゃん1年間3年経ったらあ泣くからね」っていう語呂合わせがあるんですよ全然わからんやろ ででも詐欺罪なんですよこれね特許にも詐欺罪があって「ねしえさん行くな」でしょ「特許申決延長登録、えー、懲役3年197条ほら行くな」ねえー「来ないでおちゃん、えー、実案法57条お、えー、ちゃん遺傷法70条ね懲役1年」ね「ねで3年経ったらなくかね」「商標法における詐欺罪は懲役3年79条ほら完璧!ね」 どうよこういうの教えていくから楽しそうやろ楽しく厳しくはもっとうやから楽しく厳しく一発合格はもっとうやから <laughs>、ね、でも一発合格できんでも10年戦したくもちゃんと面倒見るところがねいいところです。あの一発合格を念頭に置くけど一発合格せんかったら見捨てるのかっていうと全然そんなことがないというのが宮口クラスの特徴です。ベテランはベテランでねちゃんとあの大事に育てていくよ。 まあ大事に育てるというのは変な言い方やね、ちゃんと合格まで導きますよ。ね、あよし、じゃあ最後のこちらの人、なんか。あるいはええ。お考察力あるねあの、担当の合格率が3年ごとに周期はこうあるような気がすると。はい、そうです 3年間の免除制度があるからなんですよだからストックされていくんですよで最後にあの一掃されるんですねそしたらストック合格者は減るでしょだからいっぱい受からせないかんからちょっと合格率は高くなるんですよああそういうことでそういう周期はあるねどうしてもええー、まあで,でもねそういうのに惑わされることなく俺の念頭はねあの上4法で8割取れとね上4法というのはねえっ、ー、と特実異装のことね えー、特許20問、衣装10問、商標10問で合計40問、その8割だから、支三 32, 32点で、下3方は、えー、と条約10問、貯蓄10問、合わせて20問、これは6割でいいです、2612、そうそう三32プラス12で44点、これを念頭に掲えます、44点以上で受かれそしたら論文も合格率として、大体60%の確率で受かるから、ね、39点ぎりぎりで受かると、多分ね、三振します、空振り三振ね。 ええ、昔、巨人にいたゲーリー・トマソンのように三振しますよ、ね、三振かホームランか、ね、三振します。ええ、だから、44点以上ぐらいで取ってください。ね、ギリギリで、俺、こういう主義だから39点で受かるぐらいなら38点で落ちろって言います。ええ、先生、ひどいこと言いますね。いや、38点で受かるとめちゃくちゃ悔しいんですよ。めちゃくちゃ悔しいですあと1点で落ちるんだよなだから次の年、絶対受かります。 その悔しさがバネになって39で受かるともうね担当の勉強しなくなるでしょうだからね小さな知識がどん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 ざるの目から落ちていってねもう論文すら通用しなくなるんですよだから三振するんですわそしたらまた振り出しに戻ってまた担当を受けないかんですわねうんじゃあちょっと時間がなくなってきたんでね最後に論文はねあの偏差値54で受かるんですよ だから安定しでしょ25%で安定してるでしょ、大体250人だっけ、200あー25%で、そういうからくり、あ偏差値であの受からせてるから、全科目の平均が54以上だよ。そうすると大体4分の1ぐらいになるんだよはい。じゃあね、皆さんね、ちょっとあの1時間超えましたんで、あのー、俺からは以上なんですよね。 うん、ただね、これだけアピールしておくわ、ここ5年間ぐらいの業界であの一発合格者が一番多いクラスであることは間違いないです。これはもう、声を大にしていますね。はい、で、あとあの、チューターの安西先生ね、えー、あのちょっとご挨拶します。ね、俺の元で2012年に受かっており、今あの、レックでも講師としてやってるし、実務もやっておる先生です。ね、はい じゃあお願いしますわはいえっ、ー、とこちらに来られてる方あとズームご覧の方もいらっしゃると思うんですけれどもはじ、えー、めましてよろしくお願いいたします、えー、安斎と言います、えー、今宮口先生からご紹介いただきましたけれどもあのこちらのパンフレットカタログこれの37ページってあの宮口先生の お,はお姿がバーンと映ってるこのページの右下の方にチューター、まあ、各校舎のチューターそれぞれねあの次のページ高橋先生とか載ってますけど、えー、と私が宮口教授は担当しております、えー、とうんと簡単にですねどんな経歴かというかいつ受かったんだお前はという話からね、えー、とちょっとここに私の略歴書いてるんでお伝えしますとね えっと私平成24年平え2012年度に最終合格しています。あの宮内クラスの入門はですね2011年向け私2発で受かってるんで2010年の4月から2011年向けを受けて2012年の11月に最終合格したということですね。でこの入門講座の宮内クラスの兼任チューターは を担当しておりますが、まあ元々あの中上級の論文とか、あと今日口述試験でしたけど、あの口実の模試とか講座とかも持っているというところですね。で、実務も今しているというふうに先生からいただきましたけれども、あの手話東京事務所という事務所が東京日本橋の方にあるんですが、えっとそちらで化学培養の分野で弁理士をやっております。あの事務所は。えっと 2012年の4月から入ったに入ったんで10年ぐらいですかねまるねもうそうなりますねいつの間にかジュニアパートナーというふうになってました先週先週じゃない去,去年今年かな分かんないですけど最近になりましたはい、えー、とかまあ化学培養専門なので、えー、もし私もそういう分野ですという方は、えー、まあ専門の特許の バケバヨオの特許の話もどこかでできればなと思います。はいそれで、えー、とチューターということなんですが宮口先生から先ほどお話あったかなこの受講料スケジュールのご案内というところの17ページに合格ナビゲートゼミという説明が書いてあるページがあるんですね。左側にスケジュールが書いてあるとか、はい で、このナビゲートゼミを受講すると、この専任中たがお助けっていうところなんですが、あ、相談コーナーって言うんですかね？このナビゲートゼミを取ってくださった方は原則として毎週土曜日の授業の後、おお1人20分4枠用意してます。で、そこで個別の相談をする時間を設けてるということですね。もちろん、あの私が歩いてるとこ見つけて <laughs>。 捕まえて質問してもらわない,いんですけどその20分4コマは確実に確保してますのでそこでいろいろ疑問点があれば言って頂ければと思いますんでね。はいえーとまあ、基本的にはあの通学の方私ももちろん毎週入門講座土曜日来ますんであの終わりの頃にね授業が終わる頃に来ますんで、まあ、通学の方はよくあのお会いすることになると思います。で毎回その授,業授業後に コメント例えばその時期にこういうことをやっといた方がいいよとかこれからこういうことがあるから準備しといてねとかっていうのを言ってるんですなので、まあ、そういった通学ですと授業後のののフォローというものもやっておりますのでねでそれプラス先ほど言ったナビゲートセミを受講されるとその後に20分4枠で予約枠があると相談コーナーがあると。 いうことになりますので、えー、ぜひですね、えー、この宮ニクラス受講していただいて、えー、弁理士に合格して、えー、実務をやっていくと、えー、そういった形になっていただければと思います。はい、えー、あ、先生がどこか行かれました？はい、じゃあえっ、ー、と事務局の方でいいですかね？はい、じゃ事務局の方からえっ、ー、とご案内がありますので、Zoom みん見てらっしゃる方もちょっとお待ちください。